はい、こんにちは、レトスの小野です。本日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます。個別指導の値上げまであと1日となりました。今から理解学習をすれば試験日まで約11ヶ月間理解学習ができます。一方、6月から理解学習を始めた場合は4ヶ月間しか理解学習をすることができません。理解学習をどれだけの期間行えたか、これが合否を決めます。今からであれば十分理解学習を実践する期間ありますんで、来年あなたに合格していただく自信もあります。もし来年こそ絶対合格したいという方は、ぜひ個別指導ご検討ください。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っときますので、そちらから内容をご確認いただけます。それでは本日の3問に入っていきます。 A 所有の建物1000万円ですね。これにつき A を売り主、 B を買い主とする売買契約が成立し、手付金として500万円を支払ったが、移転登記前に売り主 A の過失により建物が滅失してしまった。この場合 B は A に対して契約解除もしくは損害賠償請求ができる、丸か×かという問題です。この問題考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、これ答えは、×ですね。結論どこが×かというと、契約解除もしくは損害賠償請求、このもしくはが誤りなんですよ。これどっちもできるんですね。契約が成立して引き渡しをする前にどちらかの責任で目的物が滅失したとき、滅失ってこれなくなるってことです。つまり建物がなくなっちゃったってことですね。この場合責任のある方の債務不履行として扱われます。今回は A の過失により、売り主 A の過失により建物が滅失してしまったんですよね。これ例えば、タバコの不始末とか、売り主がタバコの不始末で契約した建物を燃やしてしまったと。この場合、売り主 A の債務不履行になるので、A が責任取るって話なんですよ。だから結果として B は A に対して契約解除することできますし、損害賠償請求をすることもできますよと。いうことですね。なので契約解除だけじゃなくて合わせて損害賠償請求ができるので誤りだということです。とりあえずはね、このポイントをちゃんと覚えておきましょう。ただ、一つの問題から一つのポイントだけ覚えていては、宅建試験の重要ポイント網羅できないし整理できないんですよね。宅建試験で覚えるポイントって非常にたくさんあるんですよ。で、それをちゃんと網羅した上で自分自身で整理していくってことをやっていかないと、覚えなければいけない、ポイントっていうものが頭に入らないんですよね。結果としてどれだけ勉強しても頭の中が混乱して合格できなくなります。なのでこういった点っていうのはつなげて勉強するっていうのが非常に効果的なんですね。じゃあこの問題について何をつなげて勉強しなければいけないのかっていうところがポイントなんですけども、ちょっとここまで話すとですね、長くなっちゃいますので、個別指導でお伝えする形になります。こういった部分が理解学習なんですよね。こういった部分を早い段階から始めるってことがすごく重要なんで、もしね、自分自身でつなげて勉強するとか理解学習できないというのであれば、ぜひ個別指導をご検討いただければと思います。個別指導、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご覧ください。で、個別指導の受講さんには別途動画あります。3問分かな？これに関連する問題が3問ありますので、その3問について、そちらを受講者専用のメールマガからご確認いただければと思います。で、問いにですね、個人 A について、かつて破産手続き開始の決定があり、現在は復権を得ているが、復権を得た日から5年を経過していない場合、A は免許を受けることができない、丸か×かという問題です。これ答え×ですね。復権を得た日から5年経過していなくても免許を受けることできます。だから×です。復権を得れば、直ちに免許を受けることができます。復権を得ていなければ、免許を受けることができません。で、これっていうのは、復権っていうこの漢字見たらすごくわかりやすいんですよ。復権って、権利が回復するって書きますよね。つまり、復権を得た時点で、もう権利が回復するんです。免許を受ける権利が回復するんですね。だから、もう5年待つ必要はないということなんですよ。言葉の意味がわかれば、覚えるまでもない問題なんですよね。だから私自身も別にこれ覚えているというよりも、復権って権利もうね、回復してるから、いつでも免許を受けれるじゃないのっていう形でもう答えを導いちゃってるんですよ。で、多くの方が復権を得たらすぐに免許を受けることができるって覚えるんですけども、覚えるというよりも、この、復権のこの漢字からね、想像できれば、覚えるまでもないのかなって私は思います。で、問い3ですね。完治処分にかかる抗告後、従前の宅地について損した
抵当権は消滅するので漢字に移行することはない丸か×かという問題です。これは誤りですね。でこんなことがあったら抵当権者は担保する目的物がなくなって困ってしまいますよね。従前の宅地について存在した抵当権っていうのは漢字処分の公告日までは従前の宅地に存在します。その後公告があった日の翌日、その日からは漢字に移行します。抵当権が従前の宅地から漢字に移行するということですね。まあ、これで頭に入れておきましょう。まあ、今日は理解学習をもう今すぐでも始めるってことをお伝えいたしました。もうこれは過去の合格者が言ってることなんですよね。で、私自身も同じくそう思います。実際この時期から弊社の個別指導、受講していただいて勉強を始めている方っていうのは今年の試験でも40点台前半から半ばぐらいまでは取ってるんですよ。40点から45点ぐらいかな。まあもちろんね、ちょっと凡ミスして38点とかって方いらっしゃいますけども、40点台取ることって十分可能なんですね。なのでそのぐらい取れる実力をつけておけば、凡ミスをしたとしても合格できるんですよ。で、多くの方がもうギリギリの実力しかない、もしくはギリギリの実力もない方がやっぱ多いんですよね。それだとなかなかやっぱ合格って難しいんですよ。もう運になってきますよね。そうならないためにも、もし来年ね、絶対合格したいというのであれば、ぜひ個別指導ご検討ください。今からであれば来年あなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強して来年の合格目指しましょう。この12月っていうのは、もう皆さん一番忙しい時期なんですよね。で、忙しいけれども、実際弊社の個別指導の受講さんっていうのはやっていただいているんですよ。みんなと同じように忘年会があったりとか、まあ、いろんな行事があったりする中で、私と話し合いながら、こうやって勉強を進めていきましょう、みたいな感じでやっていただいてるんですよね。だからこの1ヶ月でもやっぱり全然違うんですよ。勉強をちゃんと始める方と、やっぱり後でね、1月から始めようって方では全然やっぱ違ってくるんで、ぜひですね、この1ヶ月、12月を大切にしていただければと思います。個別指導でお待ちしております。レトスの小野でした。